They're mulching. マルチを今、木の育てたい木の下に置いていて、それが雑草を抑えたり、水分が抜けないように水分補給をしていったり、でこれがどんどん分解していくとまた肥料になっていって、で木が元気に育つ。だからもう日々こういう作業を研修生とかブロックとかこういうゲストがいつもやっていて、ちょっとずつこの土地がこうやって豊かな世界になっていってます。これマルチっていうのかな。うん、マルチね、チップ、うん、これって結構やっぱ雑草を抑えてるわけだよね。うん、雑草を抑えてる。頻繁に足してるの？それも it depends。 場所によって分解のスピードは違うから、水がいっぱいあるところはどんどん分解していって足す、けど、比較的乾燥しているところはそもそも雑草も生えない、分解も遅いから、そんなに頻繁に足す必要がない、うんうん、あとどのくらい余裕があるか。これだけの広大な土地だから、うん、なんかデザインと計画はあるけど結局その日時間があるかとか、どこまでそこを意識してるかとか、やっぱりゾーン1は結構みんないろいろ掃除とかするけど、ゾーン2とか3とか4になってくるとそもそもあんまり頻繁に行かないから気づかなかったり、なんかやっぱりあそこまで行くより今腐ってるフルーツは大量に収穫してジャムを作らないとっていう感じになってくるから、まあ理想と現実の違いもあるけど。そう、ダンボールも敷いてんのかな。多分ダンボールを一回敷いたことがあると思う。でそれはシートマルチって言って、シートっていうその面積が広いもの、カーペットでもダンボールでも新聞とかそういうので、こういう草を覆っちゃう、コンポストを敷いてその上にそういうシートを乗っけていて、で徹底的に草を太陽から、なんていうのかな、太陽をブロックする。で酸素も動かないようにして、でコンポストを入れとくとそこが発酵し始めて、結構強いしぶとい草の根っこをもう燃やしちゃう熱で。でそこに穴を開けて果樹とか植えとくと穴からだけ育つけど、周りはそのシートで抑えられて、でいずれはそれも分解されて土に変わって、それまでにはもう木が元気だからあんまりその張り合う必要がなくなるっていうか、木がちゃんと自分の健康を守れるぐらい強くなってることを目指してシートマルチとかやってたりするから、ここも多分一度シートマルチして最後にウッドチップを上に乗っけて見た目をちょっと調整してる。マルチが先だ。マルチダンボール違う。マルチはシートマルチもダンボール、シートマルチの素材がダンボール。ダンボールシート。でウッドチップもダンボールでしょ。コンポスト、シートマルチ、ダンボールとか新聞とかカーペットでウッドチップ。でもそれも it depends。 自分の身の回りの素材とどのくらいスピード感とか何をやりたいかによってちょっとずつ違うから。